オリンピアスは、エピロス王ネオプトレモス一世の娘、マケドニア王ピリッポス二世の四番目の妻であり、アレクサンドロス三世の母である。狂乱的なヘビ崇拝のディオニュソス信仰の熱烈な信者であり、一世紀の電気作家プルタルコスは、オリンピアスがヘビと寝ていた可能性を示唆している。オリンピアスはピリッポス二世との間に、息子アレクサンドロス三世と娘、 クレオパトラの西を設けたが、夫ピリッポス二世と不和となり、追放された。後に、アレクサンドロスの取りなしにより、ピリッポスと和解し、ペラに帰還する。アレクサンドロスが死去した、紀元前323年に再び、エピロスに追放されたものの、紀元前317年に、マケドニアに戻り、アレクサンドロス三世の息子をアレクサンドロス四世の後見となり、 アレクサンドロス4世の共同統治者であったピリッポス3世を暗殺した。しかし、翌紀元前316年、カッサンドロスの命を受けた兵士らにより殺害された。オリュンピアスを誘惑するゼウスオリュンピアスは、エピロスにおける古代イギリシア系氏族モロッソイの王、ネオプトレモス1世の娘で、エピロス王アレクサンドロス1世の姉妹である。オリンピアスの一族は、 アキレウスの息子ネオプトレモスの後衛でアイアキダイで、あるとされ、エピロスで尊敬を集めていた。プルダルコス、倫理論集での言及によると、彼女はもともとは、ポリクセナと名付けられたらしい。その後マケドニアをピリッポス2世との婚姻にあたり、ミュルタレに名を変えた。この解明は、とある三月宗教への入信儀式の一幕だった。オリュンキアスは、 今に知られる彼女の4つの名のうち3番目にあたる。この名はおそらくアレクサンドロスの出産と同時に紀元前356年のオリンピア競技会でピリッポスの所有する競争馬が優勝したとの方がもたらされたことから選ばれたのだろう。彼女の最後の名はストラトニケである。この名は紀元前317年にマケドニア王ヒエウルディケ2世に勝利した際に 与えられたそういうのだと思われる。ありがとうございます。